ん、こんにちは。しおりみちゃんのらしい方とアフロになったリーミーです。はい、というわけで今回はねえ、そのまま、そのままやんの今日。今回はね、ドンキに行ってきたんですけど、ドンキにね、なんとはい、鬼滅の刃のグッズがあったということで紹介していきたいと思います。ということでね、何があったのかというと、ちょっと紹介してみますか。いいでしょ。10個買ってきたんですけど、種類が6個あって、1つ目がこちらのね、スタンドミニアクリルキーホルダーで、2つ目がアクリルキーホルダー、また同じなんですけど、柱たちのですね、こちらとスクエア缶バッジです。こちらね、かまぼこ隊のみんなで、こっちも多分柱のみんなです。多分9人いるんで、柱のみんなですね。缶バッジこちらが缶バッジで、こちらかまぼこ隊とサビトとマコモたちがいる、あと富岡さんがいるやつで、缶バッジのこっちが柱かなって感じ。9人います、柱です。こちらを今回は紹介していくんですけど、はい、このね、花もいいじゃん。このね、スタンドミニアクリルキーホルダーのこっちのバージョンにカナオがいるんですよ。マイマイはマイマイなので、5個買ってきました。こちらだけ、いったマイマイ。マイマイはね、ここにいる。ここに、こっちは、次では開けてみよう。おお。そういう掛け声になったの？そうなの？そうだよ。じゃあ最初にアクリルキーホルダーの方から開けていこうか。どれ？このここ、カナオがいるやつ。最初に開けちゃう？開けちゃおう。じゃあリミこれとこれ。ちょっと開けて。オッケー。じゃあ。じゃあね、まずアクリルキーホルダーから開けていきたいと思います。リミは最。はい、それでいい。最初に柱さんたちから開けてみます。これで一発目にカノンが出たらすごい嬉しいことだ。カノンかぶったら、カノンかぶったらかぶったでいいよ。いいね。カメラの前でこういくよ。うん、いくよ。じゃじゃん。あ、まだかんない。よくよくよ。ボロボロ。見てください。全員全員。見る、行きますよ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 。の、じゃん。うわー、全員来たー。誰でも言ってんでしょ。本当に全員かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。いい、めちゃやばい。せーの、イグロシャン。わー、かっこいい。もうね、作っちゃった。うん、やば、めちゃめちゃいいじゃん。いいね。あ、こうなるんだ。あ、これある。あ、そっか、ボールチェーンもちゃんとついてる。そう、キーホルダーなんでボールチェーンもついてるし、立てることもできる、立てることもできると、スタンドで。へぇ、すごい、あんま、すごいんですよ。次いきます、次いきます。お、まだここの状態だと分かんないと。いいね、これ。いくよ、せ、あ、ごめんなさい。せーの、わかんないまだ。あ、書いてある。お、サビト出ました。サビト、サビト。こっちだ。行くよ、行くよ、ほら。このコンビ。ほら、あ、かっこいい。このコンビ超いいかも。サビト出ました。まだ被ってないね。リミー行くよ。せーの、マコモ。あ、いいじゃん。コンビ、コンビ。え、被ってないけど、カナオ出てない。もう最後？やばい、やばい、やばい。カナオ狙いで5個買ったのにカナオが出ないね。うん、あ、つけられない。そうだよね、それで最後もう5個だもん。ラスト1つだよね。え、まだあるよ。リミア、あれ、まだある。あ、あ、そうだそうだ、1個はこれだから。あ、1個そっちあげたのね。そう、お、うん、イグロさんがこっちだから。そっかそっか、じゃあまだ2つ、あと2つある。希望はまだあるから。うん、でも正直カナオ出なくてもいいの。大丈夫、もう何でもね、もう十分、これでももう十分いい。リミ先やってもいい？いいよ。何でし
ょうか。カメラ映るよね。いくよ、うん、じゃじゃん。かなおちゃん、マジで可愛いんだけど。やばい、選別の時のかなお。選別、いや可愛い。かなおちゃん、しほちゃんの推しが出ました。やばやば、ありがとう神様。じゃあ開けますよ、うん、もうハンジローとか出てくれれば、うん、ね、かぶらなきゃ、かぶったいきます、うん、じゃん、あ、とみおかさん、とみおかさん出てくれました。あ、かっけー、かぶんなかった、じゃあかぶんなかった、すごい、かっけー、かっこいいない、かっこいいと合わない、やばい、めちゃめちゃかっこいい。炭治郎とかは出なかったけど、ね、出なかったけど、まあいいです。花尾が出たからよかったね、うん、やばいやばい、もう映えてるもん、これだけで映えてるもん、やばー、マジで嬉しい。だってコンビ出たよ。まあだってさ、これ5種類買ってきたじゃん、はい、5個買ってきたじゃん、はい、全8種だから出ない可能性もあったよ。あったんです、まあ、炭治郎と禰豆子は出なかったけど、伊之助出なかったね。そうね、炭治郎と禰豆子と伊之助出なかったけど、まあ花尾が出たからいいよね、うん、じゃあいつと、だって8種でさ5個買ったから、あ、うん、炭治郎と禰豆子と伊之助が出なかったんだ。そう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 、でもいいよね、いいよいいよ、うんうん、じゃあ次どうする、次に、じゃあ8個か、じゃあ次こちらの丸いパッチ、缶バッチを当てていきます。リミはこっちです。はいはい、柱ですか、しーちゃんの方。はい、こちらでも柱も誰でもかっこいいからもう本当にね、誰が出ても嬉しいです。いきます。おー、煉獄さん、すごい煉獄さん、よくない、煉獄さんすごいかっこいいんですよ、マジで。あの戦ったシーンはマジで良かった。リミ、はい、じゃじゃん、おー、富岡さん、富岡さん、富岡さん来ましたね。え、めっちゃかっこいいんだけど。うん、いいね、かっこいい、ピーちゃん缶バッチつけたら、つけるの、煉獄。お、じゃあラストのこちらのスクエア缶バッチ開けていきたいと思います。はい、リミから、リミ、せーの、じゃん、うくい金言、うずいね、うずいさん、うずい、うくって言ってしょ、うずだよ、うずなの、うずいさん。おー、これ何、四角いの、そう、スクエア、四角い缶バッチ、かっこいい、めっちゃかっこいいね。裏見せて、穴ぼっこ入ってる、かっこいい、ピンがついてんだね、ちゃんと横でもできんだ、こうやって、あー、なるほどね、そっかそっか、あ、すごいね、すごい、しょうちゃんは、じゃあ、やばい、最後です、嬉しい、最後、やばいね、いくよ、せーの、じゃん、あ、電気来た、今日は全員が、こんな感じ、あれでも炭治郎とか出なかったね、出なかった、禰豆子と炭治郎出なかった。伊之助なんでママいつも忘れるの、伊之助もね、大事のね、ちゃんと大事な幹部くらいのね、1位なんだからね、伊之助も出なかったね、出なかった、悲しい、悲しい、かまぼこ隊が全員しか出なかった、ね、でも嬉しいよ、こんなにね、鬼滅グッズが集まったこと、すごくすごく嬉しい、こんな感じ、めっちゃ嬉しいね、かなお、はい、ということで今回はね、ドンキで鬼滅グッズ買ってきたのでね、開封してみたんですけど、めちゃめちゃいい結果でした。はい、はい、皆さんもね、ぜひ鬼滅グッズあったら買ってみてください。っていうかね、今日はたまたま買えたんだよね。そうなんですよ、鬼滅グッズってすごくすごくすごく人気で、すぐ売り切れちゃう、今日、ね、売り切れちゃうんですけど、今日ね、うん、生放送したじゃん、うん、その時にね、うん、今日鬼滅のガチャやってきましたっていう人いたよ。あ、本当、うちまだね、鬼滅のガチャ一回もできてないよね。売り切れ、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 売り切れはするんだけど、あ、売り切れかっていうばっかりだよね、うん、そう、それで今日ね、あのしほちゃんのあのワゴン、はい、整理、あのお部屋の片付けをするために、そう、整理してるんですよ。そう、大きなワゴンをね、はい、あのドンキに買いに行ったんだよね。はい、その時にたまたま、なんかあとダイソーも寄って、100均の、うん、そこになんかね、煉獄さんのね、鬼滅のね、こういう、なんていうの、アクリルキーホルダーがなんか、かかってたの。
で、なにこれと思って、ほんと鬼滅の刃ってはあのマークもついてて、そう、バンダイって書いてあって、そう、でもバンダイって書いてあるのよ。で、おかしいなーと、でもダイソーの売り場にかかってたの。え、そうなの？そう、で、これ、え、ダイソー？ダイソーだよ。で、おかしいなと思って一応ね、店員さんに聞いたんだよね。これってここの売り物ですかってさ、あ、違いますねって、え、そこにありましたよって言ったら、なんか多分隣のおもちゃ屋さんのが誰かが持ってきちゃったのかもしれませんみたいな感じになって、まあ、返したんだけど、で、鬼滅のグッズあるんだと思ってね、そこで ね。で、ドンキのなんか探したんだけどなくって、ね、で、店員さんにね、しぶちゃんが聞きに行って、そう、レジまで行って鬼滅グッズありますかって、そう、そしたらなんか鏡がね、まだ残って、はい、鏡と、あとこれからあの缶バッジとアクリルキーホルダーを品出しする予定ですって、そこで教えてもらえて、でもいつ出すかわからないし、多分かなり先に、まだあの昼間2時ぐらいから行ったの、うん、今日中とは言ってるね、今日中は言ってたけど、はい、でもね、ドンキはもう夜中の2時までやってるから、そうなんですよねいつね出されるかわからなくて、うん、でも一応じゃあなくてもいいから行ってみようってことで6時ぐらいかな、もう一回行ったんだよね。そしたらありました、ありました。でも6種類しかなかったね、なんか全9種類って書いてあったから、もしかしたらもう3種類は売り切れたのかもしれないけど、でもね、でも嬉しいね、買えました、レアだよね、うん、めったに多分買えないと思う、もう明日行ったら多分ないんじゃないかな、ないよ ね。めちゃくちゃ嬉しいです、うん、ありがとうございます、うん、ところまた行ったんだ、そうそう、そのためにね、6時にね、また行ったの、そう、しほちゃんのために、ありがとうございます、やってくれてはい、というわけで今回はね、鬼滅の缶バッジ紹介してみました、はい、それではバイバーイ。